んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマはゲーム中毒をやめるです。ゲームがやめられないという人たちがなぜやめられないのか、ゲーム中毒にならない人にはわからないですよね。やめたいならすぐやめたらいいじゃないって思いますよね。この人たちの脳はどうなっているのかというと、ゲームをやりたいと言っているのは脳の子供の部分なんですね。で、大人の自分の方はいやダメだ、ゲームをやめなくてはと思っているんですけれども、こちらの勢力が少ないわけです。で、子供の勢力が強いので、そのため結局やってしまうんですね。こういう時は子供の方の脳と大人の方の脳をくっつけてあげないといけません。そのためにいつも子供のイメージをするんですね。子供のイメージをすることによって大人の脳と子供の脳が結ばれるんです。そこへ大人の脳がしっかりとゲームをやめなさいって言わないといけないんですね。でもこのタイプの方は大人の脳の勢力が弱いので、どうするかというと、本当はパンチ法というものをやった方がいいですよ。それはゲームをやめると決めたというふうに何度も怒鳴りながらパンチをするというやり方です。これもおすすめですが、まずは誘導瞑想の方で直してからやった方がいいでしょう。というのは、子どもの脳の反撃というのがあるからなんです。子どもの脳は時々強く反撃するんですね。例えば甘いものをやめろって言った場合、子どもの脳が反撃すると鬱になったり、いろいろとトラブルを起こすんです。ですから、まず今やっていることがどれだけ損かを教えてあげないといけません。ではいつものように6歳の自分をイメージしてください。そしてそこへ大人の自分が話しかけます。では目を閉じましょう。あなたはゲームが大好きなんだね。ゲームは楽しくて興奮するからやめられないんだね。そしていつの間にか何時間もゲームをしてしまうんだね。その後無駄に時間を過ごしたことにがっかりして自分を責めてしまうんだね。バカだね。大人の自分はそんなあなたに困っているよ。やらなければいけないことが他にもあるのに、ゲームばかりして時間を潰すから後で焦ることになって罪悪感が溜まってしまっているんだよ。本当は勉強したり仕事をしたり建設的なことに時間を使えばいいのに、自分のためはもちろん誰のためにもならないことに時間を使っている。何のために生きているんだろうね。大人の自分はね、あなたの気持ちわからないではないよ。あなたはゲームをしている間は興奮して生きている感じがするんだよね。現実世界よりも簡単に何かが手に入るし、勇気も出せるんだよね。現実世界では得られない達成感があって、自分が有能な気がするんだよね。でもね、本当はあなたは現実世界でそれが欲しいんだよね。現実世界で勇気を出したいし、現実世界で達成感を味わいたいんだよね。その感動が欲しいんだよね。ゲームは簡単にそれを与えてくれるようだけど、実際には何も得ていないのも分かっているよね。ただの安っぽい偽物を得ているだけだよね。だから現実に向き合いなさい。現実の世界で勇気を出しなさい。現実の世界で
得たいものを得なさい。現実の世界で達成感を得なさい。そのために仕事を真剣にやり、必要な勉強をしなさい。自分に課題を課して、それをやり遂げなさい。現実世界で達成感を得るには、ゲームみたいに簡単じゃなくて時間がかかるよ。だからこそ、その達成感は本物で、永遠に消えない誇りある感動なんだよ。何度思い返しても、あなたをワクワクさせてくれる本物の感動なんだよ。そしてあなたが年を取るごとにその感動が増えて積み重なっていくんだよ。何一つ無駄に消えないのがこの現実世界なんだよ。この世界こそ自分の生きる世界だと教えてくれるんだよ。だからゲームはやめなさい。そして勉強しなさい。仕事しなさい。大丈夫。あなたが勇気さえ出せば、素晴らしい現実世界が待っているよ。大人の自分はあなたが大好きなんだよ。だからあなたに素晴らしい現実世界を与えてあげたいと思っているんだよ。